は今夜は拡大スペシャルでお届けいたします。会場の本田武さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、宇野選手終わってみれば貫禄勝ちですね。そうですね、やはりショートもフリーもですね、今回のフリーは演技中にも自己分析をしながら点数を取るためにどうしたらいいかというふうにこう演技してたというふうに言っていましたので、やはりそこそれだけ落ち着いていたのかなとは思います。前半転倒がありましたけど、やはりトータルで見て彼は非常に後半しっかりまとめてくる、全体がこう見えてるという感じは今年しますね。そうですね、あとは連戦も疲れもあったと思いますが、後半のこの体力がしっかり持つという練習量の成果じゃないかなと思います。やはりこれから自分が男子フィギュアスケート界を引っ張っていく覚悟というのが、インタビューでも垣間見れましたね。そうですね、オリンピックが終わった次のシーズンでも挑戦し続けるという気持ちも忘れてないので、やはり強くなっていると思います。今回見ててそのジャンプなどの安定感ですよね。かなり彼はその肉体改造っていうか肉体強化してきたんじゃないかなと僕は見てたんですが、いかがですか？そうですね、ジャンプのための肉体改造というよりはジャンプの回数を飛ぶことによって、その軸の細さであったり安定感ということが増したことが、プログラム全体の安心感であったり自信につながっていると思います。ただこれフリーでも4回転5本ですか、はい、とんでもない挑戦してるんですよね。そうですね、やはり後半の4回転トーループを 2回飛ぶというのは本当に体力的で、もう精神的にも本当に難しいプログラムになっていると思うんですけれども、はい、これを昨シーズンもずっと諦めずに続けたっていうのが今シーズンも続いていますね。さあ、間もなく表彰式が始まりますけれども、2位は島田選手、そして3位は友野選手と、また新しい選手も本田さん出てきましたね。そうですね、本当に今回の全日本ショートの時から大混戦だったので、誰が表彰台に乗るかっていうのが最後の最後までわからなかった状態でした。はい、それから鍵山選手、やっぱり、怪我があったんですけども、鍵山選手の今後も期待したいですね。そうですね、しっかりと怪我を治したら彼の能力であったり試合の強さっていうのはもうみんなが分かっているので、はい、やはりしっかりと怪我を治して万全の状態で迎えてほしいなと思います。三田さん、この2位の島田選手ですけど、はい、島田幸四郎選手、2018年にジュニアのグランプリファイナルで3位に入って将来を期待され続けてきた選手 でこれまで積み重ねてきた努力がこうして花開いて、今回初めて全日本選手権で表彰台というのは嬉しいですね。これやっぱり本田さん、島田選手もなかなかそのジャンプの課題があったんですか？そうですね、やはりショートプログラムかフリープログラムどちらかでミスが多いということが多かったんですけれども、今シーズンやっぱり宇野選手と一緒にずっと練習しているチームシャンペリーが1、2っていうのはやはり、はい、毎日の練習でこう目標にしたりお互いを刺激し合っての結果につながったんじゃないかなと思います。そして三田さん、24歳友野選手、この人も苦労人で。そうなんですよね、でも友野和樹選手の魅力っていうのはやっぱり見ている人をワクワクさせてくれる演技、今日のこのフリーの演技でもこうスピンステップ指の先まで音に乗っていて、こう観客を、ね、最後まで楽しませてくれましたよね。そうですね、島田選手、友野選手もなんか本田さん楽しいフリー演技でしたね。そうですね、両選手ともキャラクターをすごくこう生かしたプログラムになっていたと思います。さあ、そしてこの絶対王者のね、宇野選手にこれから皆さんがどう挑戦していくかということなんですが、もう圧倒的ですもんね、宇野選手ね。そうですね、3年ぶり5度目の優勝ということですが、美しさに磨きがかかっているなっていう、そんな印象も皆さんあります。ジャンプはもちろんなんですけども、いわゆるそのスケーティングが、その本田さん、非常に華麗ですよね、宇野選手はね。そうですね、そして一つ一つのスケーティングがすごく滑らかで、音がほとんどしないんですよね。やはりそういったところも今シーズンこう目立っている部分かなと思います。我々素人が見ててジャンプ降りてちょっとスピードが落ちる選手がいる中で、宇野選手全く感じないですもんね。そうですね、第1位トヨタ自動車宇野昌磨、令和4年11月25日公益財団法人日本スケート連盟会長、川島さん、おめでとうございます。
この表彰式で印象的なのは、宇野選手笑顔ないんですよ。だ彼はもっと高み目指してるんですよね、きっとね。そうですね、引き締まった表情が印象的で、今シーズンは宇野選手誰が見ても世界のトップだと思える選手になりたいってはっきりと口にしてるんですよね。これまでもスケートにこうまっすぐに向き合って競技にひたむきに真摯に取り組んでいた宇野選手なんですが、そこにまたそうした覚悟というのが加わって、宇野選手をさらに強くたくましくさせてるんじゃないかなって感じます。はい、そして島田選手、友野選手ですが、やっぱり本田さんね、はい、宇野選手はもう当初から言ってましたけども、とにかく自分が今できないこと、できないこと、それ一つ一つクリアしていくんだってずっと言ってましたよね。そうですね、世界選手権でチャンピオンになってもオリンピックメダリストがまだ先を見て成長するっていう目標も今年も忘れず、休んでる選手も多いんですけれども、はい、やはり今シーズンもそれを挑戦し続けるっていうのが宇野選手らしさがすごい出てるなって思います。非常にこう引き締まった表情ですよね、この表彰式でもね。そうですね、まあ、この宇野選手がこの男子フィギュアスケート界引っ張っていくんですけども、女子でもやはり本田さん、坂本選手の安定感は抜群でしたし、それから三原舞依選手が2位でしたね。2位が三原舞依選手ですね。三原さんも良かったですね。素敵な演技でしたね。それからジュニアの真央ちゃん、はい、楽しみですね。そうですね、本当に女子のこう優勝争いっていうところも本当に僅差というか、もう坂本選手の意地を見せたなと思います。その中での島田選手のこう若い力っていうところが出てきているので、それがもう今後の次のオリンピックに向けてのスタートかなというふうには思いますね。はい、表彰式が行われております。でもこれ島田選手、友野選手は表彰台に上がったっていうのは、三田さん、はい、嬉しいんじゃないですか。嬉しいことだと思いますし、またこうしてね、2人が初めての表彰台というのも新たな時代に入ったんだなというのを象徴するような、そのふうにも思いますね。まあ、本田さん、みんなおそらく万全じゃなくて、どっか痛かったり怪我してたりとかある中で、やはりこのハードに、そのショート、それからフリーをこなしていくって大変ですよね。そうですね、そして男子はやはり4回転の数も増えていますので、はい、もう4回転だけではなくて、まあ、今シーズン大きなルール変化もあったということで、うん、みんなどのレベルを取るかっていう、こう考えながらやらなければいけないシーズンというのも難しかったのかなと思います。はい、全日本選手権、宇野選手が 291.73 ということで、まあ、島田選手、友野選手、これ圧倒的に話して優勝ですよね。はい、貫禄の優勝だと思います。でも宇野選手は先輩たちがつないできたスケート界の人気などもこの立場に立っている責任として引き継いでいきたいって、そういうふうにも話していて、そうした、ね、責任感というのもこう表情にもまた感じられる部分かなというふうにも思います。やはりその羽生選手という、偉大な先輩がいて、その後はやっぱり本田さん、自分が引っ張っていかなきゃいけないという大きな大きな責任感を宇野選手は自らプレッシャーにして、自らのやはり覚悟にして戦っているというのが本当に本当にここ最近感じますよね。そうですね、やはり最初はそういう感じのインタビューはなかったんですけれども、最近特にこのスケート界後輩に向けてこう力になってこう見習ってほしいというか、こう成長していってほしいという言葉も出てきていますので、やはりそういうのもやっぱり感じながら今シーズン迎えているのかなというふうに思います。それを言葉だけではなくて演技と結果で示しているというのがまたかっこいいなと思っていて、まあ、常にさらに上を、さらなる高みを目指して練習に取り組んでいる姿、その結果として、まあ、ジャンプはもちろんですけれども、演技が先ほど、ね、宮根さんもおっしゃってましたけれども、こう演技全体としてしなやかで美しくて、でこうどこを切り取っても絵になる芸術作品のような、そんなプログラムを見せてくれていますよね。だから今度世界選手権で、はい、
海外の強豪たちと宇野選手がどんな、まあ、スケーティング戦いをするかっていうのはちょっと今からちょっとワクワクが止まりませんよね。そうですね。そして世界選手権という意味では男子3枠他に誰が出場するのかというのも楽しみなところで、これが本田さん難しいですね。いやこれは難しいですね。本当にあのグランプリファイナルで山本選手が銀メダルを取っていますし、はい、まあ、今回表彰台に乗った島田選手、友野選手もグランプリでは活躍していますので、うん、もうここはちょっと悩みどころになるところですね。はい、非常にそのハードなやはり皆さん演技構成なので、その一つのミスっていうところで得点が大きく変わる、そこがまたスリリングなんですけども、本当にこの3枠難しい。難しいです。山本颯太選手も今回表彰台には乗れませんでしたけれども、うん、あの大怪我を乗り越えて、それでも苦しい時期が長かった中でここまで戻ってきて、うん、今本当に美しくて伸びやかで、うん、品のあるスケーティングで見せてくれている。あの本田さんもおっしゃってましたけど、山本選手もちょっとあのスピード乗り切れなかったなというふうにおっしゃってましたよね。そうですね、やっぱり緊張もあったのかもしれないんですけども、うん、いつものあの一方でぐんとスピードが上がっていく滑りではなかったように見えましたね。いや、その一つのミスでこれ表彰台か表彰台に登れないかっていうプレッシャーはちょっと僕らには分からないですけど、本当大変ですよね。やはり4回転ジャンプの難しいところでもありますし、その決めなければいけないというプレッシャーもあるので、うん、やはりその1個だけ決めれば勝てるっていうプログラムにはなっていないので、一つ一つがすごく大事になってきてます。いや本当にこの宇野選手の引き締まった表情、本当だったら満面の笑みかなと思うんですけど、いや僕はまだまだ上行くよっていう顔ですもんね。気持ちが伝わってきます。それからあの今回本田さん会場にいらっしゃって、はい、あのお客様のマナーも素晴らしかったですね。いや本当にあのどの選手にも温かい拍手応援がありましたので、もう選手たちもやっぱり気持ちよく滑れてると思います、うん、ね。はい、明日の午後3時45分からはメダリストオンアイスということなんですけども、今この3人がねお客様に向かって手を振ってますけども、今年の全日本フィギュア男子フリーは宇野昌磨選手ということで、まあ我々としたら勝って当たり前というプレッシャーの中で彼が素晴らしい演技をしたっていうところですね。はい、本田さん、明日のメダリストオンアイスについては一部地域を除いて生中継するということです。はい、本田さんありがとうございました。ありがとうございました。